さあ今日は FIFA23 三笘と一緒に CL 制覇目指す実況取っていこうと思うんだけど、まあ、パート2になるのかな。前回ね俺の方作成したんで今日はパート2になると思うんだけど、まあ、早速じゃあこのキャリアを継続からやっていきましょうかと。まあ、早速こちらの新規キャリアを作成していきましょうというところで、新しい選手の作成、多分実在の選手として、まあ、俺多分ねこのブライトンに入ってたと思うんで、まあ、そこからまあやっていこうか。でブライトンあった OK、 ブライトンからのさあ三笘薫と一緒にシェル目指すんで、ブライトンでミュラーと OK。 さあそしてこの辺なんだけど、まあ試合時間は3分ぐらいにしといて、でちょっとねせっかくなんで、まあ、アルティメットに行こうか難易度はね。で通貨とか、じゃあ一応俺ポンドにしようか。よくプレミア見るんで一応俺はポンドにしといて、まあ欧州の大会、これ多分最初のシーズンから欧州の大会参戦するにしたら多分 CL 出れるんで、まあこんな感じで最初に移籍市場もせっかくな有効にしといて、まあ進めていこうか。でまあセーブデータの名前はミューラーでやっていこうか、せっかくだからね。まあミューラーと、でまあせっかくなんでね、セーブデータの方もまあミューラーでやっていきましょうか。さあということで始まったんだけど、ちょっと正直俺キャリアモードやったことないから分かんないんだけど、あの監督の方でしかやったことないから分かんないんだけど、ちょっとまあ早速ちょっとチュートリアルのところからまず確認していこうか。まあアクティビティで意思決定、シーズンとしてビッチ外でのあなたのライフスタイルを決める数多くのアクティビティに参加できます。買い物や投資、稼いだお金を贅沢な暮らし、スキルの改善、あるいは社会貢献に使いましょう。さらにその一部を投資して資産を増やすこともできますと。俺基本的にね、やっぱ妄想でよくね、俺がプロサッカー選手になった妄想するんだけど、俺結構社会貢献やってるから、その妄想の中でね。結構稼いだお金は俺やっぱ最低限、最低賃金ぐらいあればいいんで、まあそれ以上の、まあお金というかね、そういうのは俺全部寄付しようと思ってるんで、結構積極的にこの、あれだね、社会貢献していきたいね。さあそして報酬、アクティビティを行うと、性格ポイントなどの報酬を得られます。ピッチの内外で、自分が目指す選手にふさわしいアクティビティを選びましょう。結構すごいなんか面白いね、このゲームね。で、ちょっと待って、他にまだちょっとチュートリアル見せしてほしいんだけど、性格。俺結構真面目な性格なんで、性格ポイント獲得やアクティビティ、トレーニングセッション、試合中のプレイスタイルに応じて3つの性格、それぞれの性格ポイントを獲得できますと。性格ティア、性格ポイントの合計値で性格ティアが決まります。ティアは選手がそれぞれの性格に応じて得られる能力ブーストの大きさに影響しますと。能力ブーストで3つの性格における性格ポイントの部分に応じて、ブーストされる能力が異なります。支配的性格は、リスト内の全ての能力をブーストします。じゃあ支配的性格を目指した方がいいってことだね、多分ね。まあ、とりあえずちょっとよくわかんないけど、まあ、進めながら覚えて感じいいかな。あ、じゃあアクティビティちょっとなんか赤ポッチついてるんでやっていこうか。バス旅行に出資する、最高級ハイブリッドマットレス、VIP 席を購入する、PR コースに参加する、ハンドメイドのシャツやシルク、トップデザイナーのスーツ、動物保護団体に寄付する、ハイエンドステレオを購入する、自宅にプールを作る。まずじゃあ動物保護団体に寄付してみていい？ちょっと。アクティビティ完了。献身的ポイント50ポイントゲット。なるほどね。で、意思決定っていうのもなんかちょっとなんか、ね、赤い位置がついてるから、チームメイトへの挨拶。あ、なるほどね。これにポイントがいるってことか。あ、そういうことか。今日からハードワーク。チームメイトのモチベーションを高める準備万端だと知らせる。俺準備万端だと知らせた方がよくない？やっぱスタメンで出たいから。多分この、今年多分新入部員ってことだよね。ブライトのね。だから、まあ、準備万端で俺いつでもスタメンで出れるぜっていうところを教えた方がいいと思うから、ちょっとエゴイストポイント獲得していこうか。で、エゴイストポイントが、PR コースに参加するともらえるんだけど、ちょっと俺そういうね、やっぱね、あんま自分をアピールするみたいなことやりたくなくて、内田篤が言ってたんだけど、不言実行が一番かっこいいっていうのこと言ってたから、俺あんまり、こういうね、自分から売り出すみたいなことはしたくないっていうのはあるんだけど、だから、まあちょっとこの辺ちょっと、あんまりこういうのは好きじゃないんだけど、まあ正直ちょっとこれはしょうがないから、やむを得ずというところで、ちょっと一旦ちょっとエゴイストポイント獲得していきたいんで、まあ、強いて言うなら最高級ハイブリッドマットレス購入するぐらいだったらまあいいと思うから、まあ、これでストイックポイントと、まあ、エゴイストポイント取っていこうか。で、これで意思決定で準備万端だと知らせるってことで、これで結構、スタメンで使ってくれんじゃないかな、監督に。さあ、チームメイトの挨拶終わらせましたよと。じゃあ、ちょっと早く試合したいから、ちょっと進めていこうか。さあ、そしてフレンドリーマッチが始まりそうなんだけど、試合を行う一人の選手としてプレイすれば自分のパフォーマンスに 100% 集中操作できます。チーム全体コントロールするときはあなたの選手をプレイにかかるようにしましょう。試合のハイライトを全てプレイすることもあなたの選手が絡むプレイにのみに絞ることもできますが、ハイライトで最高の結果を出しチームを勝利に導きましょう。試合を最後までスキップして結果を確かめましょう。マッチレートの目標のみ監督レートに反映されます。ちょっと、さすがにちょっとフレンドリーマッチからやってたら切りないんで、ちょっとこの辺は一旦、ちょっとスキップでいこうかな。結果までジャンプでいいかな。頼む！点取れ俺！点取れ！点取ってくれ！選手コーデだった。なんだ、選手コーデ。あ、そもそも 0-0 じゃないか。いや、ちょっと変えられちゃったってことは若干ちょっと幸先不安みたいなとこあるんだけど、まあまあ最初はしょうがないでしょ。マイナス15。下がっちゃった監督レート。これ多分監督レート上げていくことによって、まあ信頼度みたいなもんだよね、監督レートがね。まあそういうの上げていこうねみたいなところあると思うんだけど、まあちょっといきなり下がっちゃったのはちょっとね、不可解ではあるんだけど、まあ進めていきましょうか。
ちょ、監督から最近のパフォーマンス、ちょっとデゼルビーからメール来ちゃったんだけど、最近のあなたのパフォーマンスがっかりしてます。この調子はチームの一員として期待することもスタメンに抜擢することもないでしょう。ポジションを取り戻したければ、すべてのトレーニング全力で取り組んでください。すべてあなた次第でしょと。いきなりちょっと、1試合でそこまでちょっとさ、俺も一応頼まれて移籍したっていう前提だと思うけど、やっぱり年齢も28みたいな感じだから、まあ、結構即戦力みたいな感じで期待されてんだもんからさ、最初はちょっとフィットするまでの、ちょっと時間欲しいんだけど、ちょっとデゼルビー厳しいな。ちょっとじゃあもうあれか、練習ちゃんとやってくか。まあじゃあシュートザターゲットとかやってく。ちょっとやっぱシュートね、上手くならないと意味ないと思うから、ちょっとめっちゃロックされてんだけど、もうとにかくじゃあシュートちょっと育てていこうか。ちょっとパスとかもちょっといらない、ちょっとめんどくせえなこの辺。めんどくせえな、ちょっとシミュレート、すべてシミュレートでやめんどくせえから。オッケー、 D になっちゃったけど、まあまあバランス第一、ちょっとよくわかんないバランス第一もらえたんで、ちょっと全部一応セッティングしていこうか。じゃあ守備しないんで、まあパスの、じゃあアンクルゲートで、まあ全部とりあえず追加していくか。まあじゃあトレーニングしてきたんで、ちょっと進めてって、ちょっとさすがにちょっとデゼルビにアピールしたいから、ちょっと試合出てこうか。せっかくだから操作していこうか。さあミュラーとしてプレイで、なんか勝ってて、ちょっと待って、三笘と選手交代じゃねえか。俺ふざけんなよ、俺三笘と一緒にしてるせいはすんのに。三笘と変えられて入ってどうすんだってか。俺左サダー俺出んのか。ロックボーナス、目標意識しよう。まあ目標達成しよう。まあ点取りゃいいだろ、基本めんどくせえから点取りゃいいんだ。サッカーやっぱ結果が全てなんで、点取って騙さ、さあヘタフェということで、久保がね以前在籍してたクラブということで有名なヘタフェ。ちょっと待って、お前その髪型さすがにちょっと問題なんじゃないかと。で俺どこ、俺スローインキャー左。ちょっと待って、俺のポジション、一旦俺のポジション確認するわ。左サイドハーフかな俺。ちょポジション見せてくれ、ポジション。ちょ俺のポジションぐらい確認させてくれよ、ちょっと。 OK、 行くわ早速。 OK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 、 マイボン、マイボン。ちょっと待って、ちょっと操作方法がちょっとまだ分かんない。これ R になってるのかこれ。まあいいか、ちょっとやっていこうか。早速ちょっとダブルタッチ見せていこうか。ダブルタッチからの、ちょ一旦ちょパスでさばいていこうか。ちょっと操作しづらいなこれ。 OKOKOK、 魚ボール。 OK、 パス。 OKOK、 受け出す。へい、よこせ。折り返せ。やべ、デスラしちゃった。ちょ待って、これ操作方法違えよ、これ。ちょ操作方法変えるわ。オッケー、とりあえず操作変えたんで、これでサクサクいけると思うんで。さあ、ナイスです。さあ、よこせ。俺によこせ。俺でいい、俺を使え。オッケー。パスの方、いけ。受け出す。へい、俺。俺使って。いや、もう、いい、俺よこせ。オッケー。俺には時間がねえんだ、早く。まあ、6点だから悪くない。一応、ショートバン狙っていくわ。ちょっとボール絡んでいく。オッケー。いや、使えよ俺を。オッケー、使うの。オッケー。シュートで終わる。おい、いけ。オッケー。シュートで終われば、多分勝手に評価上がると思うんで、積極的にちょっとシュート狙っていこうか。さあ、しっかりファンドキックせれよ。オッケー、ナイス。セカンドボール。オッケー、ナイス。さあ、よこせ。俺。ナイス。で、ちょ、俺パスワード抜けていくわ。オッケー、ヘイ。オッケー、よこせ。俺。オッケー。いや、どこ出してんだの、下手くそやな、こいつら。よこせ。一旦ディフェンス。ちょっと俺スタミナ、結構スタミナ不安だから、スタミナ不安ってもさすがに10分ぐらいなら動けると思うんだけど、ちょ待って、試合時間長くね、これちょっと。試合時間長いんだけど、これ3分見せってしたんだけどさ、試合時間ちょっと長くね。オッケー。いやー、ちょっと取ってくれ。俺取ってくれ、とりあえず。いや、まずいぞ。オッケー、ナイスです。さあ、そしてセカンドボールしっかり回収して、いやー、ちょっとセカンドボール回収しろよ、ちょっと。俺、ツートップかな、これ。俺、ちょポジションわかんないんだけど。よこせ、ナイス。オッケー。ドルベ上がってくわ、俺上がってくわ。ちょ、足押せな、こいつ。オッケー。ナイス、それ。オッケー。よこせ。いや、自分で行け。おい、決めろよ、お前。俺のアシストが、お前。まあ、でも、点数上がったんで、オッケー。いやー、ちょっと時間ねえな。オッケー、プラウェイ。オッケー。いいプラウェイ。オッケー、受け直せ。オッケー、ヘディング。いや、ダメだ、俺、ヘディング1段だった。ちょ、ヘディングシュートでちょっと1だから、ちょ、期待できないんだけど。いや、ナイス。俺。ヘイ。あー、ちょっとなんか俺受けれるだ、これ受けれる。ワタッチ、ナイス。いや、何やってんだ、下手くそ。いや、頼む、ボール取ってくれ。いや、ちょっとまずいなこれ。いや、とりあえずボール取って。ボール取らんと始まらん。いや、ボール取るって。いや、ちょっとこのオフサイドギリギリ待っといて、ちょっとカウンター一発狙ってこうか。じゃ、ハーフエンドこの辺折って、この辺から一気にちょっとえぐっていくわ。多分一旦取ってくれ。オッケー、ナイスキーパー。さあ、そしてちょっと俺、ちょっと競り合いはちょっと NG なんで、ちょっと俺のゲラなので欲しいんだけど。オッケー、繋いでいこうか。ブライトらしく繋いでいこうか。一旦俺。相手。オッケー、ナイス。さあ、そして受けて、一旦これ、ちょっと俺フィジカル弱いんで、ちょっとさばいていくわ。オッケー、よこせ。いや、いい。オッケー、あー、惜しいな。いや、取ってくれ、頼む。いや、マイプレー。いや、俺向か。よこせ。いけ。あー、くそ。いや、もったいない。今、絶対いけた。オッケー。オッケー。オッケー。ごめん、ちょっと待って。ヘディング位置甘すぎる。頼む。俺によくせ。
シュートロール。なんだそのシュートは。まあ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 。いやいいんじゃない、結構積極的にシュート打ってったから。これ評価上がったんじゃないかな、さすがにデゼルビで。どちらが。いやどうよデゼルビの評価は。ちょっと次へでちょっと確認しこうか、フィードバックを。マイナス15。ふざけんな、お前結構アピールしただろ途中から出て。割とボール絡んだ、ショーゴボールロストしてねえけどな。何マッチレート 6.5 以上にする。相手もハーフでバスカット1回行う。ちょっとあれか、俺なんか無駄にインターセプト高くしちゃったから、なんかそこちょっと要求されてるくせえな、デゼルビから。まあじゃあ日程進めていこうか。ちょっともう1回フレンドリーマッチあるんで、一旦今日はそこまで、一旦フレンドリーマッチまでやってちょっと終わっていこうか。さあ試合開始と。さあ途中出場、お前84分からウンダブに勝って途中出場。ウンダブってことは多分センターフォワードなんで、まあこれはいいんじゃないか。さっき多分ね、俺サイドハーフ三笘と変わってたから、多分左サイドハーフでやってたと思うんだけど、まあ勝手に俺が2トップみたいな感じでやってたから、まあ今回多分ワントップとして結構プレイしやすくなってると思うから、まあそんな感じで結構アピールはしやすいと思うんで。さあ選手交代と。お前10番もらってんだからな俺は。お前ら俺にパスよこせよ。じゃあスキップしちゃった。目標みたいなの教えてくれたんだけど、スキップしちゃったな。しまった。さあまた6点スタートから、まあ1点取れば多分あのデゼルビ黙ると思うんで、一旦ちょっとゴール狙っていこうか。さあまずはちょっと受けていこうか、この辺でね。いや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 、オッケーオッケーオッケー。さあそしてちょ裏抜け、裏抜け、よこせ。いや出せねえか、ちょ一旦ちょっと受けるわ。もう全然合ってねえやこいつら、まだ俺の動きを理解してねえこいつら。さあただしっかりちょっとデゼルビ、ディフェンスもいいチームなんで、デゼルビブライトはね、しっかりこういうところで回収していきつつの。さあ一旦ちょっと俺にボール上げれるか、俺にちょっと一旦ちょっとセンターフォード、ボール当てろ当てろ当てろ、一旦俺に当てろ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 、空いてる空いてる空いてる、俺だって。オッケーオッケーオッケー。でちょっと一旦ここで、おいふざけんなこいつだよな、ファウルだよな。オッケー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 。さあリスター早く、オッケー、一旦センターはたけ、俺俺俺俺、あーごめん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 、ディフェンスディフェンスナイス。いやオッケー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 。上から弱すぎる俺、横で空いてる空いてる空いてる、オッケー、いいところに、あオッケー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 。やばい 5.9 になっちゃった。いやこいつちょっと逃がさ逃がさ、いやまずいな、いやちょっとまずいな、ちょっとこれちょっとやっぱセンターホールだから、俺ちょっとあれだな、ゴール前で持ってて、ちょっとワンタッチでゴールみたいなのが理想だから、あんまりちょっとボール絡まん感じもやっていきたいんだけど。さらにダビルソリア、ソリア結構つなぎも上手い選手なんで、お受けろ受けろ受けろ、お前ら受けろって、お前お前何やってんだキーパーマジで。ちょ俺どこ俺どこ俺どこ、オッケー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 。おい時間がねえんだ俺には。まずシュート1本出してくれ頼む。まずまずディフェンス、まずディフェンスしっかり、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 オッケーオッケー、ディフェンスしっかりしよう、ディフェンスしっかりしこう。おいちょ寄せろ寄せろ寄せろ、おい寄せろ誰か、おいソリア出ろって、お前ナイスキー、オッケー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 。危ない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 。さあそっちちょっとカウント一発狙っていきたいんで、ちょっとこの辺で待っていこうか。よこせよこせよこせ、空いてる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 、オッケーオッケー、カセロよこせカセロ、ナイス。ここぞという場面、オッケーナイス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 、オッケーナイス、受けなさい受けなさい、俺受けなさい。おいそんな前で行くなって、自分一人でナイス、ナイスバーこれ、よこせ、俺俺俺俺俺俺、オッケーオッケーオッケー。まあアシストのアシストってことで、キーパーってことで、まあかなりこれいいんじゃないか俺は。いや俺が点取らないと意味ねえんだ、ちょっとよこせよこせよこせ俺に。ちょインターセプト狙っていこうか早速ね。さあちょっとバッテリーが少なくなってんだけど、まあさすがに持つと思うんで、このままちょっと気にせずやっていきたいんだが。さあまずはディフェンスディフェンス、お前ディフェンス行けディフェンス行け、お前ディフェンス行け、一旦ボール取れ、一旦ボール取ってくれ頼む、ボール取るんだ始まんねんだ頼む、ボール取れ、おいおいまだ寄せろ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 ってお前ら頼む、取ってくれ、ちょっと俺にアピールさせてくれ頼むから、ちょっとマジでおいおい、相手時間稼ぎしてんのかこれ、相手負けてるんだぞ分かってるのか。 OK ナイスディフェンス、 OK カウンター行くぞカウンター、キーパー、いやコーナーか、おいキーパー上がってきた、キーパー上がってきた、これいけるぞ俺、キーパー上がってきたぞ頼む取ってくれ頼む、俺俺俺俺俺俺俺、おいスカートスカート、おいなんで突っ立ってるだけなんだ、ごめんごめんごめん、俺寄せろ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 、俺オッケー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 頼む、ヘディングしたけどオッケーナイスセット、よこせおい出せよお前バカたり、今大チャンスじゃねえか出したら、いや時間がね、ナイス行くぞ俺、いやこれ厳しいか、いけ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 、オッケーオッケーオッケー、いやもう殺さこいつ、オッケー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 、タイミング合わせろって、うるせえなお前、合わせんだこっち頑張って、頼む頼む、ディフェンス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 寄せろってお前ら、勝ってんのは分かってるけどさ、そういう問題じゃねえんだよマジで、おいカウンター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 、行くぞカウンター、へっ、おいやらしてくれよ最後、いやこれスタメンじゃねえとアピールできねえってマジで、マイナス15、やばいマジでちょっと、おい頼む俺頑張ってくれなんとか、ちょっとまずいぞこれマジで、全くアピールできていない、フォワードちょっとアピールむずいぞこれ。さあちょっと早速ねアウェイのリーグ戦が始まっちゃうんだけど、ちょっとねここで一つねちょっとみんなに提案があるんだけど、何かっていうとちょっとゲーム設定の方からちょっとねあのアルティメット厳しいわこれ、ちょっとごめんだけどちょっとアルティメットね難しい、なぜなら俺 FIFA 上手くないから、本当に FIFA 上手くないから、ちょっと難易度をちょっとプロで活かしてもらおうわ、
一旦プロでこれちょっとあまりにも弱かったらちょっともう一回戻すわ。でちょっとさっきの試合もちょっとねさすがに使用試合で終わっちゃったからちょっとせっかくなので開幕戦やってからちょっと終わっていこうか今日は。あれ俺マスか、これベンチ外説ない、俺クイックシュミレートしか出てこないんだけど、俺多分これベンチ外だよね、俺多分だけど、どういうこと、え負けてるし、おい俺を出さねえからだろうがバカタレ、俺を使え頼むから、プロだから多分いけるんだって今、俺頼むから使ってくれデゼルビー、おふざけんなよマジで、リザーブになってるわ、やばい、ちょホームリーグ戦ちょっと頼むから、ちょっと途中からでいいから出させてくれ、お前10番で俺期待されてんだからさ、頼むから試合1回出してくれねえかな、おい頼むから、おい試合出してくれ頼むから、1回出してくれたら俺頼むって、多分点取れるからプロあいつだったら、いやまずいなこれマジで、ちょっとお前大丈夫、俺を使え、で負けてるって多分俺悪くないと思うんで、負けてるのは多分だけど、負けてたらやっぱ選手変えないといけないから、そういう意味ではかなり負けてるのは多分ありがたいと思うんだけど、ちょっとこれ CL かな、次そろそろカップ戦か、いやカップ戦、これ多分カップ戦なら使われるだろう、多分さすがにちょっとターンオーバーすると思うからカップ戦は、やばいって俺マジで、どうしよう、このまま俺のシーズンが終わる可能性が出てきた、危ねえ、ふざけんなマジで、なんでカップ戦1回戦で敗退しようとしてんだこいつらは、いやカップ戦でも使われねえの俺、どうすりゃいいんだよ、あの2試合でアピールしなきゃいけなかったってこと、アウェイリーグ戦パレス戦か、ちょっと待って、さすがにちょっと途中から出させてくれ、おやべえってマジで、どうしよう、どうすりゃいいんだ俺、どうやってアピールすりゃいいの、試合使われねえのに、ちょっと待って、ゼルビの信頼がやばい、俺総合値が低いからかな、アクティビティ完了したはいいけどさ、これでデゼルビの評価上がんねえだろ別に、スマホアプリやってみるか、意味ねえだろ多分これ、どうしよう、性格、いや俺そんなんいいんだって、俺結果で黙らせるからさ、別にこんなんやんなくていいんだって正直、使わせてくれ頼む、ちょっとさ、移籍からさ加入してさ、リーグ戦1試合も使われない選手なんか聞いたことないんだけど俺、即戦力だよ俺一応、 OKOK 一応勝ち点1獲得だけど、マジ頼むって、お、ウンダブ負傷、 OKOKOK ウンダブ負傷マジで嬉しい、これはかなり嬉しいぞ、ウンダブ負傷は、まあ、フォワードが1人欠けたってことは俺が出る可能性が高まるってことだろ、俺いきなり放出されるなんてないよね、カイゼドレスター行っちゃった、カイゼドレスター行ったわ、ガラスコがチェルシー来たね、カイセドレスター、どういうこと、ステップダウンじゃん、何考えてんのカイセド、チェルシーじゃねえかよお前、頼む1試合でいいから出してくれ監督、頼むから1試合でいいから出してくれ、絶対点取るから頼む、デゼルビ頼むってマジで、オッケーオッケーオッケー、いやオッケーじゃねえよお前、俺が試合出て活躍しないと意味ねえだろ、いやこれトレーニングやんねえとダメだ多分、これトレーニングやんねえと多分ダメなんだこれ、うわめっちゃ上がった、めっちゃ上がった、オッケーオッケー、ごめん監督そういうことか、おい俺が今まで練習サボってたからあれか使ってくれなかったのか、そういうことか、お前言ってくれよ練習しろって、お前言われねえと俺練習しねえよお前、顧問が見てなかったら練習してなかったんだから、俺たちはサッカー部はね、俺の高校のサッカー部は顧問の車が来たら練習始めてたんだからさ、頼むわデゼルビー、お前言ってくれよ練習しろって、俺が見てなくてもって、お前だったらやるよもう、ちょっとじゃあもう一回トレーニングやっていこうか、せっかくだからね、ちょっとここまでそこまで言われたらねもうやらざるを得ないんで、ちょっともう一回トレーニングやったら多分ねベンチ入りはしてくれると思うから、ちょっとトレーニングしていこうか、ここで追加可能ってのがあるから、まあじゃあこれで全てシミュレートでやっていこうか、かなりこれで上がんじゃないか、オッケー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 、お寒いなった寒いなった、オッケー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 、よしよし、これって多分さすがに途中から出れると思うんで、まあそっからまあ途中出場で、まあ点取ればおそらく認められると思うんで、まあとりあえずやっぱベンチ入んないとどうしようもないからね、まずこの次のね、おそらくチェルシー戦なんで、そのところで、しっかりとアピールしていきたいね。サビュラーとして対戦。お !1 対1の82分50秒ファーガソンに代わって出場と。いや、これはちょっとやるしかねえぞ、マジで。決めてしまう、さあ、枠内シュート1回、相手ハーブルスパーソン3回通す。まあ、これは余裕でしょ。もう意識しなくてもできる。さあ、早速相手ショートコーナーをやってくるが、そんなことは気にしないと。さあ、まずはディフェンス。さあ、しっかりせれ。お前、ちっちゃすぎだろ、マイクラなんでもこれ。ちょ、ヤクロフェジュ3センチじゃ戦えねえよ、マジで。頼む、止めてくれ、。逆転ゴール、俺決めさせろ。ここで逆転ゴール決めたら、マジヒーローだぞ、俺。頼む、止めろ、ナイス。俺、こいつらショートコーナーだりな、マジで。いや、まずボール取ってくれ。いや、俺がディフェンスするか。いや、俺は前のこれでいい。俺は前のこれでカウンター狙う。
よこせ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 俺だ俺俺俺俺俺俺ナイスオッケー今ならカウンターで数字に乗ってやばい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 おい何やってんだマジで頼む取ってくれいやバカだねお前いや頼む止めてくれ止めてくれ頼むから頼む止めろお前らディフェンスしろディフェンスしろディフェンスしろちょっと左サイドガラ空きだけどおいシュートやりましたまだわかんねえぞマジでまだわかんねえ俺が決めりゃ同点に追いつけるしか俺が決めるまず俺が決めて試合に絡むスタメンにスタメンを奪うことをまず考えていこうチームの勝利よりも俺自分が試合に出ることが最優先なのでまず俺に残せまず俺に残せ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 ナイス TGS パス高いトス OK ナイス残せなんだそれ俺に返せ OKOK セカンドセカンドセカンドいや頼む止めてくれ俺に出せ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 お前バカやろ早く切れたろそんなシュートいやもったいね今シュートでさ終わるの大意識だけどさ俺にパス出せないとお前ら勝てねえんだからさナイスですオッケーオッケーオッケーまず1回オッケー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 よこせ俺にもう何やってんだこいつらマジで全然使えねえこいつら頼むわ頼むナイスオッケーセカンドナイスオッケー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 さあミラここいるよ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 オッケーオッケー敵陣でまず3回パス通してもう俺に出して俺がもう下手くそすぎるこいつらマジで試合になんねえよそんなんじゃ頼む止めてくれいや意外とだ時間はある意外と時間あるからよこせオッケーナイスオッケー敵陣3回パス通すごめん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 オッケー取った取った取ったおい俺空いてる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 もう無理なとこパス通すなって俺に起こせ俺に起こせ俺に起こせオッケーで敵陣3回パス通したんでオッケーオッケーよこせマイナスうわっ OK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 
んじゃないかこれ。デゼルビ見てた俺のプレー、もう一回行くよデゼルビ。俺の注目ね、俺の注目ね、デゼルビね。まずディフェンしようか、まずディフェンしようか。オッケーオッケーオッケー。で敵陣3回パス通したと思うんで、1回あと枠内シュート、あと1本枠内シュート出せばある程度多分評価上がるんで、そこも意識しやってきたよね。まず俺のパスよこせ。もう何言ってんだマジで、もう俺守備能力低いからできないんだって。頼むってマジで、頼む取ってくれ。ナイス、セカンド。いやーちょっと戻るか俺、俺のポジションどこマジで。オーケーオーケー、入るわけねえだろ。読めろよマジで、お前ロベルトサンチェ、ロベルトサンチェしないんだ。さあちょっとロスタイム頼むってマジで、アディショナルタイム、オーケー頼む。絶対勝て、俺にファント蹴んじゃねえよマジ、俺セレネンだから。ナイス、オーケー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 。いやいいパスだろこれ、よこせ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 。何やってるこいつらマジで、俺もうほんと下手こいつら、やる気がねえのかマジで。頼む、いやこれ厳しいか、奪ってくれ頼む、もう頼むってマジで。いやー点取れねえか。PK？ もうカップ戦かこれ、ちょっと知らなかった。カップ戦かこれ。なるほどね。ちょっと PK 俺に蹴らしてくれ。頼む。PK は結構俺能力高いからねマジで。来た。これ知ってるわバカだろお前。今さ知ってるんだよ。お前 PK 能力90ぐらいあるんで。ちょっと待って。ちょっと意外とちょっとあれだな。意外とこれちょっと早いな。ちょコースこれさどれで教えてくれるんだっけ。いやもうコースわかんないからいいわ。もう俺ど真ん中蹴るわ。俺はあの現役時代絶対ど真ん中蹴ってたんで、ど真ん中蹴ります。オッケー、これ確定入ったわ。よしよしよし、おいお前らど真ん中、おめっちゃ上がった。オッケー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 、勢いついたんだろこれで。いやバネ帰ってきたこいつら。おいチェルシー側も結構あれだな、勢いつけてきたら。さあ決めてくれよ頼む。あぶねあぶね、これを止めるメンディーが構成部を見せました。おい何やってんだマジで。おい2連続バレンカーやべえぞこいつらマジで、気も座りすぎ。頼む決めてくれ。おしよ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 し。えこれさキーパー俺操作じゃないよね、大丈夫だよね、僕じゃねえわ。もう下手すぎるこいつ。いや2連続バレンカー、これキーパーダメだこれ。よし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 、1本止めよう1本止めよう、頼む1本止めてくれ。1本止めたらわからん。ナイスキーパー、オッケーオッケーオッケー、頼む決めろ、誰か知らんけど決めろ、誰でもいい。もう何こいつマジで、もうありえねえよ本当に。いやしかも相手10番だ、これ誰だ知らない、チェルシーの10番誰か。ナイスキーパー、オッケーオッケーオッケー、三笘いけ、三笘決めろ。よし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 、ワールドカップで外したがしっかりとここで決めていく。おい止めたら勝ちやぞ、頼むフォーマナか、頼む止めろキーパー、うちのキーパー誰か知らねえけど。いやー、うわー、くそ惜しいなー。いやー、誰だこいつ、決めてくれ、マカリサか。もう、なにこいつら、外しすぎでしょ、マジで。PK 先行有利って言われてんだけどな。いや、ロフタスチーコも AC ミラー行けよ、早く、なんでまだいるんだよ。あー、終わったー。カップ戦、敗北。いやー、まあ、しょうがねえわ。しょうがねえ、俺が点取りに勝ったのが悪いわ。ごめん、みんな。俺のせいや。いや、でもさ、これ結構あれだよね、評価上がったっぽいよね。
オッケーオッケーオッケー、評価上がった評価上がった、よし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 、評価上がりゃいいんだよ別に。さあということで、まあ今日はこの辺にしといてね、まあパート2なんで、まあこの辺でまあぼちぼちといった感じのところで終わっていこうと思うんだけど、まあちょっとね非常に幸先不安というかね、このトレーニングのところが多分 D になっちゃってるから、このあれがね、その評価が、だからこれを多分1回 A で、1回でも A の評価取れば多分結構ね毎回 A でやれると思うんで、ちょっとそこだけちょっと裏で進めてきて、でまあパート3やっていく感じでやっていこうかなということで、まあ今日の動画ねこの辺で終わって、今度の映画あったらチャンネル登録とか、コメント欄よろしくお願いしますということで、さよなら。